まもなく1番線より列車が発車します。駆け込み乗車おやめください。斉藤幸乃の1番線。毎度ご乗車ありがとうございます。斉藤幸乃です。さあ、先月発表がありましたが、山陽新幹線の500系新幹線500タイプエヴァが夏の臨時列車として再び運行されることになりました。新大阪から博多間ですね。あのエヴァンゲリオンが500系とコラボしたあの列車です。いや、私も見たんですけども、ド派手ですね。もう新大阪駅で一番目立ってました。あのカラーリングですからね。でもこうオリジナルのカラーとあのエヴァのイメージカラーがすごいしっくりきてて、なんらアニメにも出てきそうなぐらいのインパクトだったんですけども、まあ、なんでこんな話から始まったかっていうと、ちょっと前に知り合いの方から500タイプエヴァを見ましたってすんごい熱で喋りかけられたんですよ。ああ、見たんやって。もう私は見てたんでふんふんって聞いてたんですけど、でもその方はもともと好きで博多まで行きはって、その博多駅にはその特別のカフェだったりスタンプラリーとかいろいろやってるんですよ。でそれを一通りしたんですって。で帰り、行きは違う列車、帰りはじゃあ乗ったんですねって言ったら、いやそれがですね、まあ見てくださいって動画が始まって、スマホの、え、これどこですか、走ってますけど、あ、これ小倉出たとこです、来ますよ来ますよ来ますよ、はい来たってシュンってあの500タイプエヴァが通ってんだったんですけど、それがあの下関トンネル内だったんですね。もう真っ暗な中、何だったらこう通ってるあなたも反射してってようわからん時に、あのイメージカラーがシュンって通り過ぎ、え、あ、は、あ、見たんですね、見たでいいんですかって、これが目的ちゃうかったんですか言うて、ねえ、だって大々的なのはもう500タイプエヴァですから、あの覇者メロディーとかもね博多駅では聞きはったみたいですけど、いや、いいんです、これでいいんです、この名残惜しさと言いますか、これで想像できるところがいいんですって言われて、はあ、なんか分かるような分からんような気がしますって、もうねその話をパッと思い出したんでちょっと話させてもらったんですけど、教えたいと思います。この夏はですね、7月1日から9月30日まで一部期間1日1往復ということなんでね、もうこの夏ぜひ乗ってほしいなと思います。あの駅弁も出てますしね、500タイプエヴァの淡路屋さんか陶器のね、あれもね素敵なデザインなんで、駅弁持ってぜひ今度はご乗車いただきたいと思います。さあ、番組を始めてまいりましょう。乗り物や旅をテーマにしたほのぼのとした番組、斉藤幸乃の一番線は AM1422 ラジオ日本と AM765YBS ラジオ、 AM918 山形放送、 AM1269 四国放送でお送りしています。それでは斉藤幸乃の一番線スタートです。さあ、まずは一曲お届けします。高橋洋子で残酷な天使のテーゼ。今日はメッセージテーマ、これが私の宝物宛てのお便りをご紹介します。初めてですね、そう紹介するでできなかったんです。たくさん届いてます。もう目を通すと、もういついつ、わあ、これ大事にしてるんだなっていうのがすごい伝わってきます。トップバッターは埼玉県のラジオネーム今年さんからです。ゆきのさん、チーム一番線の皆さん、こんばんは。はい、こんばんはまで書いてあります。さあ、私の宝物はサイン帳です。色紙でもらっていると場所を取ると感じて、サイン帳で有名人のサインをいただくようにしました。出かけるときは必ず持参して、6年前からもらい始めて現在7冊目。主にスポーツ選手ですが、有名人もあって西川きよしさんや梅沢富美男さんなどの大物芸能人もありますし、昨年の日比谷の鉄道イベントで雪乃さんからもいただきました。ありがとうございます。あ、こちらがありがとうございます。これが私の宝物ですが、雪乃さんは誰かのサイン持ってますか？と送ってくださいました。私、サインでパンって思いついたのは、人生で初めて並んでもらったサインが、オーケストラの指揮者の佐渡豊さんですね。どうしても欲しくって佐渡さん並びましたね。はい、大事に持ってます。全然鉄道関係じゃなくて、すみません。あ、思い出した、あります、つい最近です。あの京都鉄道博物館
特集してましたね、鉄道ダイヤ情報で。あの鉄道ダイヤ情報にその京都鉄道博物館を手掛けた JR の方、その他関係の方10名ほどのサインをいただきました。もう超プレミアです、私の中で。もう絶対大事にするあったわ。はい、お次は、あら、お名前がないんでそのままご紹介させていただきます。ゆきのさん、こんばんは。こんばんは。僕の宝物は小学生の時に当選した京阪中之島線の開業前試乗会の乗車券です。開業前の新線に乗れただけでも光栄だったんですが、当時小学4年生だった僕は人生で初めて新聞社から取材を受け、しかもそこで話した内容が新聞に掲載されたのですごく思い出に残ってますと、あ、その写真とともに送ってくださいました。あ、これは宝物ですね。でもこの乗車券って切符じゃない、パスですよ、パス。あの よくあるあの内覧会とかでね、こう札下げるあの縦長パス、これを大事に持ってはる。めっちゃ嬉しかったんでしょうね。こう子供と中之島の明日を考えるウォーク&トークの集い書いて、だからもうちょうどピンポイントね、この当時小学生やった方の、あ、これは大事にされてる、これからも残ることでしょうね。はい、お次は静岡県のラジオネーム N2-さんからです。ゆきのさん、チーム一番線の皆さん、こんばんは。せーの、こんばんは。はい、宝物は私のものではないのですが、私の父親が持っているものです。父は高校卒業後国鉄に入社し、定年後もパート雇用で JR 西日本のとある駅で現役の駅員をしております。そんな父が持っている宝物は、メッセージと一緒に写真を送りましたが、日本の鉄道100周年を記念したメダルです。明治5年に新橋横浜間の鉄道が開通し、1972年に100周年を迎えるにあたり、当時の国鉄が作成したようです。図柄は開業時に使われていた SL と新幹線0系となっています。100年の間で日本の鉄道がここまで進化したことが感じられます。新幹線の図柄には架線まで入っていて、とても細かいものになっていますよ。自分が生まれる前から実家に飾られていて、大切にされてきている宝物ですと、写真とともに送ってくださいました。わー、すごい、かっこいい。これはプレミアモンっていう、大事にされてるでしょうね。このメダルにこうゼロ系がこう浮き上がるように、そして SL もこう浮き上がるように書かれてるんですけど、うわ、これはかっこいいですね。飛び出てくるような、これ今手に入れようと思ったらどうなんでしょうね。でもその当時もね、お買いになった方たくさんいらっしゃるでしょうから、うわー、どうなんだろう。これ年を増すごとにだんだんと価値がついてきて、お宝鑑定団っていや、そんなね、そんな値段では決まりませんけども、なんだかそんな匂いのするお宝が感じられました。はい、お次は東京都のラジオネーム那覇ネフさんからです。ゆきのちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。せーの、こんばんは。はい、僕の宝物は修学旅行専用列車日の出号に乗ったことだと思いますね。ゆきのちゃんはご存知ですか。153系の違うタイプのバージョンの155系修学旅行用電車っていうのが昔あったんですね。中学の修学旅行は奈良から京都で新幹線だったんですが、小6の修学旅行は日光だったんで、4校ぐらいの合同で貸切電車だったんです。運転席の窓とヘッドライトが大きいアイドル顔のタイプで、塗装も赤とクリーム色の特急色。当時はまだてっちゃんではなかったんで、写真を撮らなかったのが悔やまれます。調べたら最後の運用は1971年とありました。小6の修学旅行は1970年の秋でしたから、ギリギリ最後に間に合った感じですね。確か大宮の鉄泊に保存されていたと思いますと送ってくださいました。わ、形のない思い出来ましたね。いやー、那覇ネフさん、ラッキーでしたね。そんなギリギリに乗れたっていう。ねえ、こう団体のその貸し切りだから、修学旅行だから、こう、切符買って乗りたいとか、ねえ、
こう学生さんでもいくら学生さんでも乗れませんもんね、学校が借りてくれへんと。わあ、これはいい経験で、鉄泊に入る前に泊まってますよね、エントランスのところに。そうそう、確かほうきとちりとりが積んであって、ちゃんとお掃除を学ぶため、だから修学旅行って学ぶ旅ですから、学ぶ一環として掃除道具が載ってたっていうのも確かあったような気がします。あー、いいな、私も乗ってみたいです、乗ってみたかったですね。さあ、今日はここまでとなりました。いや、宝物っていいですね、心が温まりました。私の宝物はですね、こう今までいろんなところを連れてってくれた、いろんな思い出をくれた18切符です。使ってきた18切符、もうあれはもう本当の宝物だって、買えないですもんね。あ、このここからここ行ったなっていう思い出がついてますからね、大事にします。さあ、この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。旅のリポートや私への質問、曲のリクエストなど何でも OK です。そしてメッセージテーマ、これが私の宝物、お待ちしております。あなたの宝物は何ですか？実際に形として残っているものもあれば、忘れられない思い出や貴重な体験かもしれません。宝物のエピソードとともにお待ちしております。メールの方はゆきの @jorf.co.jp、 おはがきの方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本斉藤ゆきのの一番線係までお願いします。さあ、ここで一曲お届けします。今日のリクエストは東京都のラジオネームどんぐりさんからです。ゆきのさん、チーム一番線の皆様、こんばんは。せーの、こんばんは。はい、ターミナル駅から彼に電話をすることから始まる2人の朝を歌った歌です。駅の公衆電話からモーニングコールなんて、やはり時代を感じますけども、ゆきのさんも駅の公衆電話からモーニングコールを受けたこと、したことありますか？アップテンポでノリのいい曲ですよと送ってくださいました。へえ、ない、今度やってみようかな。ということで、南野陽子でハローグッドモーニング。鉄道ニュース1422。このコーナーでは話題の鉄道ニュースをご紹介。私、斉藤由紀乃が
回収者の方にいろいろと教えていただきます。それでは天の声さん、今日のニュースお願いします。青春18切符ポスター展覧会が開催。今月7日から東京品川にあるキャノンオープンギャラリー1-2で青春18切符のポスター展を開催します。これは青春18切符のポスター現物はもちろんのこと、制作の際のビハインドカットやオフカットなども合わせて展示、25年間の軌跡を初公開したイベントです。そしてこのニュースを解説していただきますのは、雑誌鉄道ダイヤ情報編集部の星野陽一郎さん、そしてスペシャルゲストがお越しになっています。はい、鉄道写真家長根博一さんです。はい、こんにちは、長根博一と申します。よろしくお願いします。初めてお邪魔しますけど ね、お二方でよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、長根さん、こんにちは。こんにちは、沖野さん、ご無沙汰してます。去年の夏、徹夜博、徹夜博でね、埼玉の天博で一番先にもお出にいただきましたけども、まあその長根さんが今度写真展を、私の写真展じゃないです、これはポスター展です。ポスター展、ポスター展ですね。はい、はい、でも作品がまさに長根さん、作品というか、まあ、まあ私が携わってるんですけど、はい、青春18切符ってご存知ですよね。はい、もちろんね、お世話になってます。はい、青春18切符ポスターって必ず発売前から駅にね、大きく貼られてると、貼られてると思うんですけど、そのですね、青春18切符ポスター機構ということで、写真展ではなく、25年分のですね、ポスターの本物を一堂に展示するという展覧会をですね、6月7日からですね、まあ、まず品川のキャノンから始めるんですが、全国巡回をすることになってます。はい、でまあ、それでなんで長根さんなのかというと、そのうちの20年近くですか、僕は、ね、97年か8年ぐらいからかな、の写真撮ってるのが、携わってメインでやってるのが長根さん、師匠の真島とね一緒にずっとやってきて、その前はね有名なアラーキーとか撮ってたんですけど、でもアラーキー時代も携わって、そのポスターも、展示されますしね、ちょっとロケハンをうちの会社でコーディネートとかもやってたんですよね。渾身の作品が並ぶわけですね。そうです。で皆さん、チラシとかを駅とかでよくもらってるか、ね、集めてる方いらっしゃると思うんですけど、チラシってね結構ルールがいっぱい書いてあったりとか、いろいろ文字がいっぱいあって、ポスターとちょっと違うんですよね。はい、ポスターよりちょっと写真がトリミングされたりとか、はい、ちょっといろいろあって、やっぱりね、はい、青春18切符のポスターやっぱ本当の駅に貼られる大きいやつを見てもらいたいと。ちなみにチラシに書いてる注意書きの原型を作るのが僕の一時期の仕事。あ、仕事だったの？星野さんの仕事。あ、そうですか。JR 時刻表に載ってる、あの文言が大体あのままトレースされて向こうに。ルールがね、だんだんこう増えて、どんどん字数がだんだん増えて、写真がだんだんこうちっちゃくなっていったっていう、ね、こともあるんですけど。こういうポスター展は初めてですか？そうですね。これはもう多分もう昔からこうファンの方にですね、やってくれって言われてたんですけど、もうこれが最初で最後、もう全部のポスターが集まるなんて最初で最後かもしれないんで、こんな大きい展覧会はね、絶対見ていただければなと思いますけどね。長根さん自身は本当はやりたかった、ずっと。もう私もやりたかったし、もう18切符のファンの方はですね、やっぱりね、その毎年その都度こうポスター見ていいなっていうね、いろんなお声いただくんですけど、やっぱね、これが全部並んでまた見るとまたこうね、見え方が違うんじゃないかなと。で、写真だけじゃなくね、キャッチコピーがね、いいですよね。もう3日もテレビを見ていませんとかね。そうですね。僕は日本のどこかにいますとかですね。数式みたいなやつの、ね、数式みたいなのありましたけどね。はい、それを探しに見に行きたいと思います。これは品川だけですか？いえ、これね、全国もあって、品川からスタートして、北海道の、東川町ですね。あと、札幌。で、金沢、小諸、九州の、福岡ですね。で、高知と、まあ一応全国回る予定ですので、はい。ちょうどこれからの時期、18切符シーズンとか、18切符、そうですね、18切符使って見に行っていただいてもいいかもしれないですね。いいですね。はい、改めてでは最後に お知らせをお願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい、はい、青春18切符ポスター機構、あの一枚があなたを旅人にしたというテーマでですね、これ東京写真月間というのが6月1日写真の日があるんですけど、それに合わせて、開催されて、毎年開催されている一環の特別展ということで、6月7日、からですね、キャノンの品川の
オープンギャラリー1、2で、開催いたします。で6月18日に、スペシャルトークショーということで、私はもちろんですね、一緒に写真撮ってるあのイノイとですね、あとこの、青春18切符 の、 あのアートディレクターの、まあ、要は監督ね、の小宮山さんという方、が3人でトークショーをやりますので、ぜひともね、これちょっと要予約なんですけど、まだお席いっぱいありますので、お申し込みの上、ご来場いただければなと思います。はい、はい。でまあ、ゆうと兄貴のね、はい、あのつなぐ旅なんてのも、そのこの同じ東京写真月間の、その前に国内展のテーマをまた、ゆうと兄貴とが終わったらこれにチェンジしますんでね。ああ、そうそうですね、鉄道人と鉄路っていうテーマで、国内展の鉄道テーマに久々になったので、この6月7月ね、そうですね、あの鉄道のいい写真が東京でいろいろ見られる、東京写真月間でね、ちょっとネットとかで調べていただければ、僕の先輩の米谷さんとかね、はい、あと北海道 の女性鉄道写真家の矢野直美さんとかね、うん、はい、いろいろな方が写真展やりますので、そちらもぜひねご覧になっていただければなと思います。東京鉄道月間ぐらい言ってもいいんちゃうかぐらいのね、鉄道月間、はい、楽しめそうですね、はい、ありがとうございます。鉄道ダイヤ情報編集部の星野陽一郎さん、そしてスペシャルゲスト鉄道写真家長根博一さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、鉄道ニュース1422。